はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はね、ひむかい大神宮というところに来ております。なんでここに来たんだ。いや、なんかアマテラスがアマテラスが珍しく、なんかお呼び、そう、お呼び、そう、地位も閉じこもっとらんで、あ、ちょっと来いと、我のように解き放てと。なるほど。いうことで、ここは後ろ振り返ってもらうとですね、手上げの浄水場、手上げの浄水場の真向かいにある青龍山安養寺っていうところと、青龍山安養寺、このコンクリートの鳥居をどうやって入るらしい、らしい。で、これ裏だったら笑うけどね、また恒例の裏だったら面白い。人が住んでるね。ここからだいぶあると思うんだけど、うん、でも門があるってことは一応これ参道なんだよな。ね、これ合ってるのかな。合ってるっぽい。ひたすらまっすぐだって。まっすぐなんだよ。わあ。はい、鬼階段決定。よいしょ。これが、あ、ちょうど琵琶湖の水ですね。向かいに止まって、へえ、あー、もうね、階段にね、小さな家がさしてるんですよ。そもそもここの名前挙げてきたのはあなただからね。いや、行くとは言ってない。こんなとこが出たよって話、ほらネタで出てさ、同じネタがたまたま出たということは来いってことだ。わ、道が3つに分かれてる。あなたはどの道を選ぶ。俺的には右の道行きたいけど、方角的にどう考えても違うなっていう気がしなくもないんだ。でも上はなんかほらもう、あ、下っぽいな。真ん中、あそこになんか書いてある。違う、端っこで合ってる。合ってんじゃん。熱い。体が火のようじゃ。これはやばいさ。すごいな。え？なんかあれだよね、最近やたらにこう自然の中へ誘われるね。そして美容に修行。このちょっと息がかかってる。このひむかい大神宮っていうのは、地蔵神がさっき T さんが言ったようにアマテラスオミカミなんですよね。で、地図を見てるどうもその手前に下宮があるんだよ、うん、豊受けの狼っていうね。やばいんじゃないとかって思ってる。その横でケラケラ笑ってる宇宙人いるしみたいな。カメラ上げる。
宇宙人修行修行言う割に気上がらないよねみたいな日々鍛えてます。ほら普段頭は使うけど体使わないから、私頭使わないけど体使うってかどこまで登るんだろう。うん、わあ、なんかすごい坂道が。まさかだけどそっちには行かないね。このままずっとまっすぐ。え、めっちゃ坂道だよ、そしたら。え、うえ、やば、お車が通った。すごいね、こっちにも行けるんだ。普段駐車禁止って書いてあるの。ねえ、私有地、ここが多分駐車場なんだと思われる。神社トイレ使用できませんって。時差時差で驚く。車で来なかったの。お、見えてきた。ここがですね。はあはあ言って。危ない動画だった。ここがですね、一応駐車場なんですよ。で、ちょっと。ちょっと休憩。向かいに見えてるのが多分厳島神社だと思う。ここが厳島神社だと思われる。思われる。はい、皆さんご自身で読んでください。ボス息切れ中なんで。東神宮は神道天皇の二代つくしの姫かなた、高千穂の峰の信仰を移して建造されたとし、内宮は天照大神神宮と宗像三女神を、下宮は天津彦を握りの御事と姉目の中の人を大神とし、境内各社には領宮と関係の濃い神様がいれば祀られているっていう話。はあ、ちょっと待って、ちょっと休憩しよう。行った島神社じゃなかった。稲荷だよ。いきなり稲荷。これは最後に行くべき、今行くべき。正面にドーンと待ってたんで、たまには最初に行ってみる。たまには最初に行ってみようか。今日のメインはアマテラスにしたいかな。見て、あっちにも鳥がある。そうなんだよ、こっちにもいろいろ。今日はちょっとじゃあ最初にお邪魔します。お邪魔します。ここはうがちか。すごい角度にいろんなところに。商売繁盛。商売が繁盛して。ガッポきますよ。そろそろ。お邪魔しました。こっちは何なんだろう。このまま山が。なんて書いてる。見えない。山の神様ってことじゃないの？こっちもすごいからね。だってこのまま大文字山登れるんでしょ。知らない。葉っぱが激しくはそこだけ揺れている。あー涼しい。わっさわっさしてる。わっさわっさ。登るだけ登ってみる。
い。山の神。わ、なんか変な空間。うん。この鳥居は御神山、お山全体を拝むための鳥居です。山のエネルギーをどうぞ。よし、半袖になったんで行こうか。あちいわよ。ここトイレですね。水が枯渇した。お邪魔します。まずは下宮行きましょうか。順番が逆とみんな思うでしょ。思うでしょ。でもね、私は伊勢神宮行っても下宮から行くんだよ。雨の実の中の人の御事っていうのは宇宙の創造神だからね。全ての始まりの人だから。こうやって水が上がるのはいいんだよ。新規ですからね。内宮の本殿にお参りをさせていただいて、滝姫、市木島姫、萩津姫、面白い空気感があるからね。さて、登るよ。お目当てのミスターダメ、もう言ってんじゃん。じゃん。これからそのね、説明をしようと思ってんだよ。珍しく説明してくだされたね。ここはもうあの神話では有名なところなので、古事記によりますと、
ここの神社には何があるかっつうと、あの日本書紀とか読まれた方はよくご存知の、あのアマテラスの天戸岩戸隠れの話があるんですけど、ね、スサノオがスサノオと受け入れをして負けちゃったーっつってそれでむちゃくちゃして、あの岩戸にこもっちゃったっていう岩戸がここらしい。すごい。アマテラスがこもったと言われる岩戸。この岩戸の前で宴をしたね、雨のうずめとかがうほほーいって踊った場所がこの場所とされてて、っていうこの岩戸を実は中入れるんです。お邪魔します。アマテラスで背低かったんだね。ここにね、ここにね、ほらほら、ここが天野の岩戸。あ、やっとまっすぐ立ちたと呼ばれる場所です。 T さんは撮影舞台、暑い。出てくるとね、こっち登ると大文字山とか南禅寺の方に行けるんですよ。でこっち戻るとさっきの入ったとこに出る。もう一回入る。でも越えてる。天井低いんで気をつけてくださいね。よいしょ。なんかあれだね、あの参道くぐりみたいな話だね。現世から深海に行って、深海から現世に戻ってくるみたいな。じいさんがいなくなった。ここがね、宴の場所とされてるところですよ。意外と狭いんだね。